が欲しいな。チタン、チタン、レアじゃん。チタンの武器が欲しいっていうか、魔法を増やしたいな。あーまあね。でもダメージの代わりに MP 消費するやつつけてるからな、俺。あ、そうなんだ。おや？宝箱っぽい。お、宝箱あったけど。よ。あったよ。待って。多分そう、多分大丈夫かな、開けても。わかんないけど。どこら辺に？この距離なら大丈夫だと思うけどっていう感じの場所かな。まあいいよ、開けていいよ。いい？はいよ。じゃあ開けるよ。はいよ。あ、イベントリーがいっぱいになっちゃった。種捨てるか。これは入ってる。ごめん、入らなかったわ。微妙な距離。まあ、しょうがねえな。まあ、しょうがない。2000円ぐらいだから。まあ、ノンシャンの方がレベル低いし大丈夫だよ。まあまあまあ、レベルは低いから。確かにね。カエルさん、マナポ渡すね。マジで？だって、まあ、俺は必要ないからさ、とりあえずさ、あまら必要渡すよ。とりあえず金鉱石だけちょこっと掘ってから行く、上行くから。カギ爪があった方がいいのかな。カギ爪あんまり変わんなかったよ。あ、そうなん。え、こんなもんね、ツルハシでいいじゃんっていうレベル。マジか。よし、あ、いたいた。ああ、待って、変なとこ落ちた。よし、いいね。100個いくかな、いかないか、まだ。ほいほいほい。あ、じゃあマナポ渡すね。その場に置いて、一旦帰ろう。その場に置いて、土がいっぱい来たな、なんか。気のせいじゃないな。そっか、そうだね。よし。あ、なんかちっちゃい。だからタイミング合わせて土400なんて落としてないよ。うん、そうだね。386ぐらいあったな。やったね。燃料ついて何使うんだ？なんか作るためなんじゃないかな。うん、多分魔法系じゃない。そう、多分ね、何もいじってないから分かんない、その辺は。ほうをゴリ押しで作ったから。はい、ていていて、ここになんか建物があるけど、コロナ予想外に宝石系使うからさ。強い強い強い、いた。大丈夫？うん、炎さ、飛んでくるの早いからさ、避けきれないんだよね。アーチャーで避けきれないだったらちょっともう無理だよ。俺なんて当たりに行くしかねえもんな。雷とかってこう、ゆっくりじゃん、飛んでくるの。ああ、そうだね。炎、シューンで普通に飛んでくるから早いんだよ。あっち。やべ、お酒のせいで熱いわ。もう？うん。だって俺晩飯の時にビール飲んでるし、うん、ちょっと今日はよくお酒飲んでるんで。飲んべえやな。飲んべえやで、せっかく休みだもん明日、まあ、編集があるけど。まあまあ確かにね、うん、休みだもん。まあ俺も明日は6日ぶりか休み。なんだかんだ祝日も仕事してるからな。お疲れ様です。自営業大変だね。お疲れ様で、本当にお疲れ様で。どうぞ。本当に OK。 さあ結構これで溜まったんじゃない、みんな何個。俺も55。俺81。なんでだよ。それはもう一生懸命経験値を稼いでるときに。そうだよ。どれだ、ホリホリして。ほぼ黙って崖の方とかバッてやってた。だってこたつさんどこにいるかわかんなかった。あ！死んだ。あのね、落下で死んだ。でダメージ食らってる状態で落下したら死ぬでしょ。ですよね。うん。
ジか、今日はよく死んでる間にちょっと金を回収しないと。俺も回収しよう。金金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 金いいよ、俺はもうこのダンジョン行ってこよう。ヤッホー、金金財宝。お、宝箱そこ入るかな。開けるよ。あ、下の方にいるな。多分ノンシャには入りそうだな。ん、こたつさんがどこかわかんない。上、上、上か。あ、俺には、俺入るね。入った入った。オッケー、2600。オッケー。入らなかった。知らん、自由にね。やば、やば、やば、やば。なんか太陽のさっきなんか鉄の弓上げて2万入ったけどちょびって増えただけだったもん。まあ、マジかと思って。死んだね。うん、操作ミスで敵に追われてるのに挨拶したよ、ね、敵に向かってね、こんちゃーす、こんちゃーって手振っちゃった。それはもう殺してくださいと言わんばかりの。そう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 。うわ、何ここ、何ここ、何、どのここ、めっちゃ敵湧いてる。表面がそんな敵湧いてないからね。崖打ち、崖打ち。わや、これはやばいぞ。崖打ち、崖打ち。俺の画面内にね、1,2,3,4,5,6,7,8,9。あー、いるね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 、やばいね、これね。俺も行く、俺も行く。どこ、あれ崖打ちできねえじゃん、ここ。無理だ、これ、これ、俺瞬殺される、瞬殺される。俺が瞬殺してやる。やばい、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 あかん、あかん、あかん、これ、あかん、あかん。よし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 、崖打ちができる場所で。よしよし、ナイス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 。よし、ここにポータルある。そして偶然ポータルを発見。危ない、これ危ない、これ痛い、危ない危ない危ない、これ痛いよね。これ誰がやってんだ。バスか、違うな、バスかは魔法使わねえな。分かんない、クラスター俺の方に来るんじゃない。あ、なんか落ちた、なんか落ちた、何ここ。いいね、なんか落ちた。キン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 、金だ金だ、ほれほれテルプ。こんな風に道端歩いてて金落ちてねえかな。本当だね、すごい切実な感じの雰囲気だね。まあでもさ、本当に落ちてたらさ、どうするんだろうね。俺は多分そっとしておくよ。俺警察行っちゃうかな。何かに巻き込まれそう。交番に持っていくかな。どうなんだろう。その時になってみないと本当わからないからな、人間の行動って。じゃあでも次がこれ開けるとどこに行くんだろう。また偶数パターンでしょ、おそらく。どうなんだろうね。だって今3の2だもん。おー、どっち行くかだよね、これ3方向あるけど。とりあえずここは開けるだけ開けちゃえば。開けようか。開けちゃおう、開けちゃおう。もう、うん。じゃあ今度俺設置する。あ、4つしかねえや。大丈夫、俺が今6つカエルさんからもらった。はい、爆弾を準備しとくぜ。よろしく。はい、じゃあ最後の1個設置するよ。いくよー。はい、おいよ、の、おいっと。OK、で、これでどこが開いた、はい、どこ、3の3が開いたんだ。え、これ山?3 の上はね、多分行き止まりだからいいんじゃない。3の3で、3の3行こうか。おう、行きます。世界の裏側、ブラジルの人聞こえます。その上のモード一つできたの知ってる？超低遅延、うん、そう、超低遅延。あ、これにしといた方がいいの？超低遅延になったらもう早いよ、マジで。マジで？じゃあ今度からこれにするわ。いや、ただ回線だとかああいうレベルで早いから。ただ回線が強くないとさ。あ、それはある。うん、マジか。軽くホラーなんだけど、ここ
いいね、だんだん暗くなってきたね。まあ世界の裏側っていうぐらいだから軽くホラーでいいんじゃないの。え、敵がね光属性だわそれ多分。マジか。ああ光ってるね、確かに。みんな光ってるわ。うん、これさ、今のうちにさ、いらないもの捨てとけば。あ、いいよ。うん、光と闇の属性ってどういう風になるのかなと思ってたの俺。ほう、そしたらね、両方が両方に強くて弱いさ。ああそういうことね、要は対象ってことね。そう、要は対になる存在ってことか。カズドラみたいに一方的に強かったらよかったの。うん、すごい残念からわかんねえ。俺もわかってんだよな、スマホゲーほとんどもやんないからな。つむつむもコインがなくなったからちょっとやる気が失せてきた。いや、コインはなくなるものでしょ。いや、ガチャを、ガチャしたいからさ、あのスティッチ出すために。スティッチが欲しい。そう、スティッチが欲しいのよ。俺持ってたっけな、スティッチ。スティッチ持ってるな、多分。いや、持ってねえか。スティッチが出るやつ高い方じゃん。あ、5万の方か。そう。だから、ほんとあれが溜まってくるまでやる気がだんだんなくなっていくんだよ。でもさ、あとはキャラ次第だよ。小田さんだってまだレベル低いじゃん。みんなレベル何なの？わかんない。みんな高くないよ。俺とカエルさんが同じぐらいだった。いや、みんなって高得点出すぎだろうと思う。だってあの、あ、来たね、攻撃が。浮いてる。行こうか。大丈夫、大丈夫。大丈夫。で、ここは何があるんだ？なんか小屋がいっぱいあの水の真ん中にあるけど。絶対深いよね。そうでもないか。ここは通過でいいんじゃねえか？そうだね。こことりあえず探そうか、じゃあ。お、なんかあった。なんだこれ。向こう。なんかね、なんか洞窟の入り口見つけた。あ、やべ、戻れない。洞窟っていうか水の中に。この糸は取っといても損はないかもしれない。俺使わなかったけど。ほうほう。なんか浮いてるさ、緑色のさ、うん、木みたいな緑色のやつあるでしょ。地面から生えてるのもあるけど、うん、うん、それはなんか糸になる。眉みたいなもんだね、絹の糸とか。はあ。さあ、ここのポータルはどうか。1個さあ見つけよう。おお、今とりあえずその方向に行ってる。小屋があるな、小屋行ってみよう。とりあえず小屋行ってみようぜ。あ、深い深い。おいしょ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 。誰もいねえ。あ、誰もいねえな。とりあえず珍しい。朝ろう。目でも目新しい家具ないからな。あれ？え？あれ？うさ？うっそーん。うっそーん。持ち物いっぱい？違う。固まった？あの、いや固まってはいないんだけど、あれホルボタンって、あ、R2 だったよね。うん。うん。効かなくなった。これはコントローラーじゃないかな。うん。あれ？今全くもって効かない。やばいだろ。あ、いや、聞いた。ラドカッただけだじゃん。今動くよ。指示で弾撃てないじゃん。おお、多分だからラグいんだと思う。マジか。大理石があるよ、大理石。やべえ、これ家に使いてえな。ここは大理石ブロック取れる。うん、取れるよ。いいね、大理石。なんだこの岩は。なんかこれが気になるな。黒曜石が出る。へえ。あ、太陽のダイヤモンドだって。うん、手に入れよう。なんか敵はあんまりここいないね。いない。で、一応待ってね。もう今近づいてきてるから。スターゲイザーがいた。ね、おそらくだけどね、ここら辺の下じゃねえんか。お、あれが
指し示してる点がほう ここを中心になってるから。あ、じゃあこれ入り口かダンジョンの。いや、あん、ちょっと待ってね、おん、ちょっと周り見てくるよ今。あ、いいよ軽く。でもそろそろ終わる時間になるよ。あ、マジで、ね、早い、あと13分くらい。とりあえず次のドアだけ。おお、ホワイトスライム多分ね、この下あたり。そこか、じゃあフォロー。さあみんなでフォロー。これ同じとこ掘った方がいいんじゃない。おー、この下になってるね。やっぱりなってるなってるなってる。カエルさん早いな。俺普通にダンジョン潜ってる。あ、そうなの。逆にそっちの方が早い説もあるから、ね、まあね、あるからね。そればっかりは分かんないからね。でも近くにはなかったわ。え、全然。もう一つね、ダンジョンの入り口っぽいのがあったから。違うな。あ、やばい、これ地面。危ない危ない危ない。抜ける？抜ける。あぶね。あぶね。え、どこの方向？抜け抜け、地面を抜け抜け。いや、でもね、ここら辺を中心にして。え、のんちゃんどこに？あれ、のんちゃん上だ。あった。え、あった。あ、ほんとだ、全然上だわ。過ぎてるわ。あ、過ぎてた？戻れ戻れ。普通に、あー、ちょっと、あー、普通にあったよ。こたつさんの穴に落ちた。落ちちゃった。で、ここ1個でしょ？うん、これ普通に外から入ってこれたけど。マジで？普通にあったわ。さあどこだ？あれ、カエルさんどこだ？カエルさん、あれ？あっちか。ここだよー、ここだよー。嫌がらせか。真上か、まだ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よっとこしょ、よっとこしょ、よっとこしょったら、よっとこしょ。お、あった。あ、多分水に抜けていくわ。普通に外だよ。普通にだね。そうだね。よし、起動。爆弾ねえや。よし、とりあえずそしたらクラフトすっか。よし、じゃあ次のマップ行ったら終わりかな。うん、とりあえず行くよ。はいよ。大丈夫？はいよ。はいよ。はい、じゃあ、せーの、ポイッと。オッケー、回収。打点の谷。今度は打点か。打点。打点。属性が、なんだっけ、闇？闇になるのかな？なるよね、確実にね。まあ、俺が暴れ放題だよね。なんで？俺の武器光だもん。ああ、そういうことか。そう。ほう、光になれて。え、誰もわからないのこれ。え？え、わからない？光になれってわからない？わかんない。え、何のネタ？あ、わかんないんだ。わかんない。ガオガイガーがわからないか。ガオガイガーはわかる。はわかるけど、そこまでわかんない。あの、ゴルディオンハンマー。わかんない。なんか似た場所だな。まあ、ほら、次になる感じだから。そっくりな場所だな。そっくり。なんかいっぱい建物はあるんじゃない？遺跡みたいな感じだよね。あ、敵がなんかでか。ほー。
感想が小学生敵がでかっとかでかいんだもん。でかいものをでかいと言い以外私はそんな語学力を持っていない。なんかほらあるでしょ、もっと肌触りがどうとかさ。いやでかさ関係ないじゃん。触り心地が良さそうか良くなさそうかってところもあるからやっぱり。あでかくてゴツゴツしておおいいねいいね。そして強そう小学生か。はいね、小学生が立つとね、はい、じゃあ皆さん集まってどこで集まろうかな。まあ、適当にいろいろのんちゃんが捨ててる。ああマナポ捨ててる。マナポ捨ててないよ、捨ててない捨ててない。取れないんだって、取れないんだって俺。はい、じゃあね、今回もポータルナイツ終わりたいと思います。はい、あんなとこに宝箱がある。どこ？あそこの上、あそこあそこ。どこ？あそこあそこ、あそこ、あっちあっち。え、あの上にあるの？あそこね。あ、本当だ、あった。あの上にあるよ。あるね。あそこ行ったらちょうど終わりやすいんじゃない？塔の上。じゃあ行こうか。じゃあ、ちょ、塔の上。塔行こうか。よし、ここまで。あ、入り口は？ちょっと入り口どこにあるの？あった、こっちだ。宝箱、宝箱っていうか、なんかあの墓石みたいなんだけど、なんか墓のね。まあね、よし、壊すよ。クロスが詰まってそうで、クロスが。オッケー、9000も入った。すげえ。それ多分あの俺が下で掘ってたやつも加算されてる。ああ、そういうやつ、こういうやつ、そういうことね。ではね、今回もポータルナイツ終わりたいと思います。はい、おい、ね、また来週土曜日10時から行いたいと思いますので、よろしければお越しください。それではまた来週お会いいたしましょう。じゃあねー、じゃあねー、だっけねー。